工場長のチャンネル。こんにちは、工場長です。今日はですね、最近私がハマっているゲームアプリつむつむランドをやっていきたいと思います。結構もうやっている方多いんじゃないでしょうか。私もね、これリリースされてすぐにダウンロードして始めているんですけど、めちゃくちゃ可愛いですよね。ということで、まず画面の方を出していきたいと思います。はい、つむつむランドということで出てきました。可愛いですね。で、こちらのゲーム知らないよっていう方もいるかもしれないので、ざっくりとしたストーリーをお話しすると、つむつむたちのディズニーテーマパークでつむつむランドに遊びに来たつむつむたちがバブルに閉じ込められてしまい、それを助けるというストーリーになっています。っていうだけだとちょっと分かりにくいと思うので、早速タップして開いていきましょう。ようこそつむつむランドへ。開くとこのようになっております。で、今開いているのがマップのボリューム1で、4つのアトラクションに分かれています。右上から It's a Small World、 Meet Mickey、 そして左上の Haunted Mansion、 その下の Big Thunder Mountain っていう風になってるんですけど、それぞれねステージがあるんですよ。で、全部クリアすると次のマップに進めるんですけど、私は今 Big Thunder Mountain で止まってて、もうちょっとでマップの2に行ける状態です。で、この4つのアトラクションの中もね、とても可愛いんですよ。ミートミッキー見に行ってみましょうか。ランプ、電気が置いてあったり、テレビが置いてあったり、これは机かな、机が置いてあったり、電話、ソファー、ね、ミッキーのお家みたいな感じですかね。そして戻って、その上 It's a Small World ね、めっちゃ可愛くない？ゾウさんとかさ、ね、メリーゴーランド的な遊園地っぽい感じ、メルヘンチックな感じ、めちゃくちゃ可愛いですね。そしてホーンテッドマンション、ちょっとホラーな感じですね。パイプオルガンが置いてあったり、めちゃくちゃ時計早い、大回転してたり、ね、雰囲気が。で、そしてその下ビッグサンダーマウンテン、こっちはなんか愉快な感じでサボテンとかあったり、なんて言うんだっけこういうの、カウボーイみたいなね、カウボーイ系な馬に乗ってなんか走ってそうな感じですよね。うん、かわいい。で、私はここの今真ん中ら辺にいます。ここですね、21番。で、今回21をね進めていきたいなとも思ったんですけど、いくつかステージやっていく中で一番ね楽しかったっていうステージがあったんですよね。確かね、ステージの 1,2,3,4,5,6、 ここがね、めちゃくちゃ座って、なんて言うんだろう、爽快感得られたステージなので、今回こちらやっていきたいと思います。ステージ6、スコアを稼ごうということで、スコアを稼いだらクリアできるという感じです。で、マイツムは私はバンビちゃんを使っていきます。スタート。こんな感じで最初透明バブルがね、ブワーって並んでいる状態なんですけど、これがね、いいんですよ。で、このゲーム、あの時間制限がなくて手玉制限なんですよ。なので下に18って書いてあるんですけど、18回このツムたちをねポンって弾くことができるので、ゆっくり考えながらプレイすることができます。ということで、まず矢印を狙っていきたいと思います。この辺かな、2つ一気に壊したいですね。ポン、普通乗るとね、よくない、一気に消えるんですよ。そしてね、ツムたちがわっと上がってくるんですけど、これでツムたちをね救いに行くんですけど、ツムの入ったバブル、マリーちゃんだったらマリーちゃん同じツムの入ったバブルを4つつなげたら、バブルがパンって弾けて救うことができます。で、ツムじゃないものが入っているバブル、これもねいろんな機能があって楽しいです。打っていきましょう。ボンと、そしてちょっとマリーちゃんに変えて、横の方もちょっと割って、あーどうしよう、意味ないかな、赤いの狙っていきましょうか。これを割るとボンと爆発して、周りのツムたちのバブルが弾けます。ドン。次、左上の破裂するやつ、ボン、あー透かしちゃった。もう一回狙います。ボン、割れて、このクラッカー、うん、何のテクニックもいらないので簡単にできるのもいいですよね。次は右の破裂するやつ、うん、よー、いいね、連鎖がどんどん起きていきます。奥の破裂するやつ、赤いやつ狙っていきたいと思います。よしよし、割れる、あ、そのスキル溜ま
まった。あ、めっちゃ売れた。で、今一番上にね、星が1個ついてるんですけど、この星を1個でも獲得できれば、このゲームクリアとなります。だけど今回3つ目指していきたいですね。あ、積むスキル溜まっているからスキル使っちゃおうか。左下のバンビちゃん、今虹色に光っているんですけど、スキルのゲージがマックスになると積むスキルを使うことができます。このね、やつもとても可愛いので使っていきます。かわいいですね。ドーンとめっちゃバンビちゃんが増えて消えて、そしてスコアが上がるっていう感じです。キャラクターによってスキルが違うので、それを見るだけでもね、かなり楽しいです。次は左のクラッカー、うん、よしよしよし。バブルから出れないツムたちはどん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 奥の方に進んでいってしまいます。なので早めにね、早めに出してあげたいですね。このバンビとバンビの間にある赤いやつ、あれにぶつけたい。いけないかな。あ、ダメだ、バンビちゃんがいる。あ、ちょっと待って、ダメ。ちょっと待てよ。おとなしくこの辺ぶつけとこうか。あー、変な方行っちゃった。ちょっと待って、もう一回ここに、この子。あ、星2つ目、嬉しい。あと1個欲しい。これで赤いやつ狙います。うん、よし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 、赤いの、うん、うん、あー、くっついちゃった途中で。おとなしくこっちにぶつけて、はじけてはじけて、あと手玉傘ですね。あ、マリーちゃんに変えて奥の赤いやついきます。あと星もうちょっとでたまる。いや、真ん中のバンビちゃん同士をくっつけていきます。よし、あ、来た、星3つ獲得しました。これでゲームクリアです。あー、嬉しい。嬉しいですね。でね、この後にね、あれですよ、お楽しみつむつむチャンスが待っています。これをタップすると何かが当たるという感じです。今回コインですね。すごい、1002枚も当たった、嬉しい。こんな風にゲームを楽しむのも楽しいんですけど、つむつむを育てるのも楽しいんですよね。下に書いてあるトレジャーっていうところに行くと、アイテムやつむをもらうこともできます。で、今回はつむつむチャンスじゃなくて、その隣のプレミアムつむつむチャンスを引いていきたいと思います。えい、ね、こっちがプレミアムつむつむチャンスです。で、たくさんバブルが並んでいるんですけど、虹色のキラキラしているやつ、これはレインボーバブルで、 S ランクのつむが出やすいバブルです。ノーマルバブルの方は S ランクは出るんですけども、確率は低めで、だけどレインボーじゃ出ないつむも入っています。ということで、オープンします。えい、はい、レインボー来てほしいですね。レインボー、レインボー、なんだろう。あ、S ランク、シュレーキングだ、嬉しい。嬉しい、ありがとうございます。S ランク、私バンビちゃんしかいなかったんですよ、めっちゃ嬉しい。続いてね、また下にあるんですけど、ストリートっていうところ行ってみましょう。ゲームして遊ぶのも楽しいけど、ツムを育てるのもとても楽しいんですよ。で、あ、上にミッキーがバブルに入ってる。これね、割っちゃいましょうか。個人的にめっちゃ好きなゲームです。ちょっと本気でやります。ミッキーをタップします。で、急いでやる。ポンポン、真剣。え、待って、あ、ちょっと待って、あ、間違えちゃった。フィニッシュ。できるだけいっぱい救出した方がいいっていうゲームです。28個だっていう風に遊べたり、で、他にもね、自分の持っているツムたちがね、ここにはいて、びっくりマークあるじゃないですか。これをタップするとお菓子だといいなってね、おねだりされるんですよね。そしたら買い物行っちゃうじゃないですか。お菓子ね、ポップコーンですね、ポップコーン買ってあげましょう。そしたらね、喜んで買いに行くんですよ。ここポップコーン屋さんですね。めっちゃ喜んでる。めっちゃ可愛いですよね。で、レベルも上がって、で、こうしてどん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 育てていくことができます。で、上の方に今ゲージがあるんですけど、これをマックスにするとパレードがね、楽しめます。で、もうちょっとでマックスなので、
ちょマックスまで持っていきたいですね。甘いお菓子チュロスあげよう。あ、マックスになった。これでパレード運営ボタンを押しますね、うん、皆様、まもなくパレードが始まります。パレードが始まります。綺麗。あ、バブル、バブルをこう叩きます。ポンポン、ね、パレードも見たいんですけど、バブルも弾きながらポン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 。あ、変な、あ、ポン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 。あ、めっちゃ可愛い。はいはい、もうちょっとで終わり。ああ、おい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 、いっぱいだ。はい、開けた。あ、嬉しい、バンビー来た。ということでパレードを楽しむことができるので、つむつむちゃんにたくさん買い物して育ててあげて、パレードをしてっていう、ね、そういう循環ができるといいですね。でちなみにね、このストリート内に隠れミッキーがいるんですけど、皆さんどこにいるかわかりますか？私は一つ見つけた。あ、あった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 。結構ね、いろんなところに隠れミッキーいるので、気になる方はじっくり見て探してみてください。こんな感じで可愛いつむつむちゃんたちなんですけど、この手に入れたつむちゃんと一緒に写真を撮ることができます。で、一回マップの方に戻って、右下につむカメラっていうのがあるので、それを押します。今すぐ写真を撮る。で、右下にねボタンがあるんですけど、それを押すと持っているつむちゃんが出てきます。で、好きなのを選ぼう。ミッキーは欲しいな。押してすると出てきます。そしてこれをね調節します。大きくしたり小さくしたり、大きい方がいいかな。これを下の方に持っていこうか。こんな感じ。いいね、包まれてる感 OK でしょう。これで写真を撮れるんですよ。でね、つむちゃんが動くから、結構それを見計らってベストなタイミングで撮ります。あ、みんな見た。あ、あっあ、バンビちゃんだけですね、こっち向いてるのっていう感じでね、写真を撮って遊ぶこともできます。可愛いですよね。で、このつむカメラを使ったキャンペーンもやっていて、ハッシュタグつむカメラで写真を投稿するとゲーム内アイテムがもらえます。キャンペーン期間が2017年12月22日の15時から2018年1月の31日の14時59分までです。よかったら投稿してみてください。で、このつむつむカメラ投稿キャンペーンの他にも、ゲーム内では随時いろいろなイベントやキャンペーンをやっているのでチェックしてみてください。気になった人は動画概要欄にリンクがあるので、そちらからダウンロードして遊んでみてください。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバイ。